推し活命アラサー女センちゃんです。今日は神戸公園に行ってきます。天気はめちゃめちゃ良くて暑い。グッズの先行販売開始まで今回の会場は神戸国際ホール。30分ぐらい並んで会場限定グッズをゲット。そして今日泊まるのはこちらのホテル、三宮駅からすぐ近くのブレンザホテルです。クイーンルームなので広々使いました。お値段は1泊 15,650 円。お昼ご飯は近くのローソンでいろいろ買ってきました。せっかくなので瀬戸内要素を。それではいただきます。うまー、やっぱり唐揚げくん好きだ。それではキラキラしに行ってきます。今日は紫色のツアー T シャツ。神戸くんからミッチーにハマった人間なので神戸公園はなんだか毎回ワクワクする。見て見て、コンビニで明石焼きを買えるのすごくない？おにぎりにも関西要素を。体はバキマル。でも来週も楽しみます。